フェンダーエレクトリック12はフォークロックミュージシャン用にデザインされた12弦エレクトリックギター。ストラトキャスタータイプではなく、ジャガーやジャズマスタータイプのボディを使用している。ストラトキャスタータイプのヘッドからも遠く、代わりにホッケースティックと呼ばれる長いヘッドを持つ。エレクトリック12は特徴的なスプリットピックアップと4、ウェイピックアップセレクタを持つ。 テレキャスターのように弦をボディの裏まで通す構造を持ち、サスティーンに優れる。レオ・フェンダーのデザインによるエレクトリック12は1965年後半に紹介され、1966年に量産を開始し、1970年に製造終了。競合する12弦エレクトリックギターが既存の6弦ギターに、 追加の6弦を増やしただけであったのに対し、エレクトリック12は、フォークロック市場をつかむため12弦専用に設計された。ブリッジは弦ごとに独立したサドルを持ち、正確な音程を可能にした。エレクトリック12は生産中には大した人気は出ず、1969年にフェンダーのラインから外れる。ボディの在庫は、フェンダーカスタムに使われた。 有名な使用ミュージシャンは、アルバム、ロックオペラ、トミーで幅広く使用したピート・タウンゼンとフォークロッカーのティム・バックリー、そして、天国への階段のレコーディングで使用したジミー・ページが、いる。ザ・ビーチ・ボーイズのカール・ウィルソンは、1964年末に、フェンダー社から提供された、市販品とは、プセレクターの使用が異なるプロトタイプを1965年中頃まで、 使用していた。ジョニー・ウィンターも1960年代終わりから1970年代の初頭までの短期間使用した。クリス・ノボセリックもスウィート75時代に使用していた。1970年以後もフェンダーカスタムショップで特注によりごく少数生産されたことはあったが、市販品としては2019年。 メキシコ製のオルタネートリアリティシリーズで約50年ぶりにリーシューが実現した。プセレクターが一般的な3ウェイトグルスイッチにブリッジが近年のストラトキャスター12弦のものと同様のものに変更された。ありがとうございます。